間ツヤのある髪の塗り講座。髪はキャラクターの印象を決める重要な部分。色を塗るときはサラサラツヤツヤな髪の毛を表現したいですよね。この講座では他の色を混ぜたりハイライトの入れ方を工夫した透明感、ツヤのある髪の塗り方を紹介します。主に使用するブラシは不透明水彩、濃い水彩、丸ペンの3つです。不透明水彩はざっくりと影をのせるときに使っていきます。不透明度は 80% くらいにして少しだけ下の色が透けるようにしています。線の入り抜きはほとんどありません。濃い水彩は髪の細かな影を表現するときに使っていきます。線の入り抜きがあるので髪の流れを表現するのに便利です。丸ペンはさらに濃い影を塗るときに使っていきます。水彩のブラシとは違い線の輪郭がはっきりしているので絵にメリハリをつけるために少しだけ使います。肌や服が塗り終わった状態から作業を進めていきます。最初にブラシや塗りつぶしツールを使って線画に沿って髪の範囲を一色で塗りつぶしておきます。はみ出しや塗り残しがないように塗りましょう。頭の形を意識しながら円弧を描くように不透明水彩でベタ塗りの色より1段階暗い色を置いていきます。影の下部分はぼかしツールを使ってベタ塗りとなじませます。影の上部分は毛束ごとに円弧を描くように透明色で削ります。続いて髪の流れに沿って色を塗っていきます。髪の流れは頭の頂点から毛先に向かっていくイメージです。不透明水彩でざっくりと影を描いてから濃い水彩の透明色で削っていくことで流れを表現します。体に隠れる部分、髪が重なっている部分などを重点的に流れに沿って影を足していきます。流れに沿って塗れたらもう一段階濃い影を濃い水彩を使ってより奥まったところや髪の重なるところに描き入れます。丸ペンを使ってさらに濃い影を描きます。この影を塗りすぎて髪の色全体が暗くなりすぎないように気をつけます。以上で影を塗る工程は終わりです。続いて髪のハイライトを塗っていきます。顔周りの影と同じように不透明水彩を使って円弧状にハイライトを塗ります。髪色にメリハリができるようにかなり明るい色を使うのがポイントです。ハイライトを不透明水彩で上下から透明色で削ります。髪の毛束に沿って色を削り髪のツヤを表現します。濃い水彩も使いハイライトを描き出します。髪の毛先にも細かいハイライトを入れると繊細な印象になります。最後に色の調節を行い髪の透明感を出します。エアブラシ柔らかというブラシを使います。新しくレイヤーを作り髪の毛先側半分くらいに明るい水色のグラデーションを入れます。このレイヤーの合成モードを通常からソフトライトに変更すると暗い色から明るい色へ髪の色になだらかな変化をつけることができます。同じ手順で髪の毛先にもう一色入れて透け感を出します。この時に前髪にも肌色を入れると顔周りが優しい印象になります。最後に丸ペンで細かい髪を描き出します。情報量が増え髪の繊細さも表現できます。これで全ての工程が終わりました。